さあ、あだばなの館地獄編を今回もやっていきましょう。前回、アキラくんと戦うことになりました。何の戦うやつよ、バチャオチョピパパチョポンポン。そうだそうだそうだ、モンスターカーロっていうゲームをやるんだけど、前回やからさ、数日経っちゃって覚えてないんだよね。まあ、とりあえず流れを掴んでやっていくか。1ターン目、まあ、リクくんとアキラくんの HP が10ですと。まずは最初のカードを出すとしようか。使用するカードを選択してください。グーチョキパーとかみたいな感じなんだよね。で、この特殊カード、このスライムって何なんだろう。これ、押したっけ使わないよね。あ、各カードの確認。リザードマン、グー。ケロベロス、グー。攻撃力4。特殊能力、負けた際、相手に1ダメージ。チョキ、攻撃力3。出すと同時に HP1 回復。おい、回復とかあるんだね。勝った際、自分の HP、あ、チョキが回復タイプね。で、パーが、アイコの際、相手に2ダメージ。あ、なんもねえのか、こいつ。スライム攻撃力0、相手がグーチョキペアを出した際アイコにする。はー、わからない。え、グーチョキパーに勝つ。ただし特殊相手の際自分に4ダメージ。相手が魔王を出したタイミングで俺もスライムを出せれば一番いいんだよね。まあ適当にミノタウロス行くか。能力なさそうだし、これで行くか。決めたぜ。こちらもだ。それじゃあオープン。ミノタウロスパー。あ、負けてる。リクの敗北です。 HP に3のダメージをきます。ちょっと普通に相手強いんだよね多分これ。では次のカードだ。まず相手、まずチョキがもう1枚しかないんだよね。1枚しかない時点で相手はグーかパーを出してくるはずだから、俺もパーしかないんだな。パーに1枚しかないんだな。じゃあパー使うのやめて。そうすると相手は今度パーなんだよね多分。パー出してくるけど、わかんねえ。もうとりあえずヴァンパイア使うか。まあ、勝つでしょ。これ勝つよ。決めたぜ。では、オープン。特殊？お前、わかる？お前絶対わかってるだろ、俺の出すカード。スライムの効果でアイコとなります。これで相手の特殊カードは魔王のみか。では、次に行こうか。待って待って待って、いろいろこいつやばくね？あれ何？なんで今結構時間、8ターン目なんで勝手に進んでんの。すでにゲーム開始から8ターン目。途中から全部自動でこうなっちゃうんだけど。ここまでかなりの攻防が繰り広げられたが、お互いに HP はもう残りわずか。このか最後のカードで決着だ。俺が持ってるカードは魔王。そしてこれまで相手が使ってきたカードを計算すると、あいつに残ったカードはリク君と言ったね。俺の手に残ったカードはパーのコボルトだ。つまり次の勝負で俺の負けは決定する。そう思ってるんだろう。何？来るがいい。決着をつけよう。お前のなんか特殊なスキル持ってんだろう、どうせ。え、都合いいもん持ってんだよ。俺これしかねえもんな、だって。はい。相手のカードは間違いなくこぼると。そこからカードを変化させるなんてできないはずだ。では、オープンだ。もうパワーなんでしょ？勝った。俺の勝ちだ。おっと、どうやら決着のようですね。それでは結果を発表します。結果はリク君。ほら、まあ、絶対そうだと思ったもん。だよ、いつも。よって勝者はアキラ君でです。おめでとうございます。なんでこれ、なんでなの。な、どういうこと。今のは間違いなくリク君の勝ちなはずよ。そうか、スキルだな。ご名答。は？ここでのやり方が普通でないのは周知のはず。詳細は省くが、俺のスキルは特別でね。は？卑怯などという区別はおかろ違いだ。手元にあるカードは何であろうと使い、勝利するべき。ただ、なぜ君がスキルを使わなかったのかは疑問であったかな。だって使えないんだもん。このゲームでは意味がなかったのか、あるいは使えない理由があったのか、いずれにしても結果は結果だ。俺の勝ちだ。スナのリク。たまげたな。いやいや、負けた第一声がそれかよ。では君たちが持つポイントをすべていただく。せっせーと言いたいところだが、ポイントの代わりに別のものと交換でも構わないぞ。別のもの？そうだ、お前が抱えてる魂、その一人を1ポイント分として俺に渡してもらおう。はっ。おい、何言ってやがんだこいつ。悪い話ではないはずだ。こちらを君の仲間から2人もらおう。その2人分を引いて君からもらうポイントは3点。
残り2点ならまだゲームに参加できるだろう。その2人っていうのは、そちらの浜平海と岩山関、その2人をいただきたい。なんで？渡せ！ちっちゃい。おい、ふざけるなよ。誰が仲間を売るかってんだよ。リク、そいつの話は乗るな。リク、なんでお前黙ってんだよ。まさかお前。いや、リク君、悩む必要はないよ。俺が行けばポイントが1点浮く。ならば俺は向こうに行くよ。先輩。私も。私も。いいよ、リク君。海、お前。言ったよね。私で役に立てることがあるなら何でもするって。私が先輩と一緒に向こうに行けば、リク君の手元には2点が残る。それだけあればリク君ならきっと、時間内に10点まで増やせる。私はそう信じられるよ。そういうことだな。0点ならば確率は0だが、そうでないのなら可能性はいくらでもある。気にするな、リク君。俺は初めからこうした切り捨て役として存在していたのだから。先輩、海。では、いいな。待って。私もそちら側行くわ。しずくちゃん？はあ？ちょ、お前まで何言ってやがる。ごめんなさい、みんな。だけど、リク君には言ったわよね。私はこういう状況になったらこうするって。ああ、そうだったな。なら、止める理由はねえわな。おい、リク、お前何言って。ありがとう、リク君。そして、ごめんなさい。気にするな。もともと負けた俺が悪いんだ。しずくちゃん。では、3人ということでいいのだな。ああ。ならば、お前から奪うポイントは2点にしておこう。仲間思いの彼女に感謝するのだな。仲間思い、ね。では、君の腕輪から魂とポイントをいただこう。その前に少しだけいいか。彼らに別れを告げたい。いいだろう。そこはいいんだね。すまないな、リック君。役に立つと言っておいて、こんな形で別れることになって。いえ、これは全部俺の責任です。先輩は悪くありませんよ。だとしても、力になれないのは残念だ。申し訳ない。シンジ君、いいかな。先輩。俺がいなくなった後、リック君とソラ君を頼む。二人が危ないことをしても、君ならうまくブレーキ役になれるだろう。買いかぶりすぎですよ。俺にはそんな。いや、君にならできるよ。自分を信じて。先輩、最後に握手をいいかな。もちろんですよ。ありがとう。別れの挨拶は済んだか。ああ。では魂を統合させてもらうぞ。リク君、海、必ず最後まで勝ち上がってね。大丈夫、リク君ならやれるって私信じてるから。ああ、約束する。必ず俺が最後まで勝ち残る。うん、約束だよ。じゃあな、お前ら。ただしずくちゃんもったいねえな。終了した。ほんとに海じゃねえ、しずくちゃん。関先輩が消えちゃってねえ。気休めかもしれんが、俺はここでのデスゲームに勝利し、最後の一人となる。その際は願いでお前らを無事に地上に生還させると約束しよう。無論、俺が取り込んだ彼女たちも同様に。え？冷酷と噂されるヤクザの若頭の言葉を信じろと。それもそうだな。いずれにしても、君たちとはここでお別れだ。いくら君でもそこからの挽回などできまい。ではさらばだ、スナのリク君。おおほう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 。これ負け試合なんだよね、結局。負けのイベントなんだよね、絶対。言っちゃったね。しかし、雫まで俺たちから離れて向こうに行っちまうなんてな。それについては仕方がないさ。雫も俺には言っていた。何があっても海のそばにいることを選択すると。そうか。ああ、今更こういうのもなんだけどよ。俺はお前から離れねえからな。お前かっこいいな、お前なんか。お前いいやつだな、本当に。最後までダチは裏切らねえ。それだけはまあ、覚えててくれ。シンジ。俺も、最後までリクチンとシンちゃんのそばで戦いよーん。いや、いつ裏切るかわかんねえな、お前に関しては。ああ、ありがとう。けどよ。これからどうするよ。尺だが、あのアキラの言う通りだぜ。ここから俺たちが挽回できる方法なんて。そもそもメンバーも俺たち3人だけじゃどうしようも。お、よう、困ってるみたいだな。
今の声は。お、一位さんじゃないですか。よければ俺たちが仲間になってやろうか。やべえ、超心強いんだけど。あんたは序列第1位カインだ。で、こっちが序列第4位ジャック・ザ・リッパーです。本名は言えませんのでジャックと呼んでください。で、その序列1位と4位が揃って俺たちに何の用だ。これが仲間になればもう結構トップレベルだよね。つうか、さっきとんでもないセリフが聞こえたような気がするんだが、気のせいか。おいおい、気のせいでもなんでもないぜ。言ったように俺たちをお前たちの仲間にしてくれって頼んだんだよ。マジかよ。どう思う、リクチン。理由を聞いてもいいか。そりゃお前らが信用できるからに決まってるだろう。実はこの階層に上がってからお前らのことを密かに観察していたんだ。魂を統合する際の話し合いに、さっきのアキラとのやりとり、素直に言って全部気に入った。なんで組むならお前らだわって思ったわけよ。ま、それ以前に僕たち二人なので現状だとゲームそのものに参加できないんですよね。そっちが本音じゃねえのかよ。まあまあ、とにかく俺たちはお前の下につくぜ。魂の統合もお前がやってくれて構わない。カイン様がそう言ってるので僕も異論はないですかね。なんかトントン拍子ないな、それなんだけどね。こっちまだ承諾してねえんだけど。ちなみにお前らの序列はどのくらいよ。俺が見る限り一桁だと思うが。俺は序列3位。俺は序列7位だっけ。ってことは俺らが組めば1位、3位、4位、7位が勢ぞろいするってことか。シンジ君シンジ君だけ論外だね。勝ったな。この流れだと俺の序列だけすっげえ言いにくいんだけど。何にしても俺とジャックの実力に関しては不足はないと思うぜ。この先においても必ず役に立つぜ。なんか裏切らないよね。普通に裏切りそうなんだけど。僕なんかが役に立てるかどうか不安ですけどね。生きてる頃はネクラ底辺キモいとよく周りから区別の言葉を投げかけられまってかまちかまかば。確かにネクラのやつだな。いくつかの質問がある。まずお前たちの目的は何だ。俺たちに協力する理由もその辺がはっきりしない限りは信用が置けない。まあお前たちにだったら言っても問題ないか。俺の目的はこのゲームの主催者大悪魔の目論見を壊すことだ。あ、これ絶対いい人だ。大悪魔の目論見？今はまだ詳しく言えないが、現状俺以外に奴の目論見を破壊できる奴はいない。まあ何人かは見込みありそうではあるが、あ、もちろんそのうちの一人がお前だ。でも前にあのアキラって人がこのゲームあなたのために用意されたとか言ってませんでした？ああ、それは確かに半分正解だ。だがあの女は別に俺にだけ こだわってるわけじゃない。あいつの目的はこのデスゲーム、いや儀式そのものを完成させることだ。儀式？そのためなら最後に残る一人は誰でもいいんだろう。まあよく言えば一桁のやつに残ってほしいんだろうかな。とにかく俺はあの女のふざけた目的を完成させるのが嫌なんで、それを止める。お前たちに声をかけたのもそういうこと。こんな理由で少しは信じてくれるか。俺らの目的って勝ち残った際の何でもかなんない望みで、ここに落ちた人たち全員の成果なんだけど。その願いなら俺も計画のうちに入れてる。つうかここにいる連中はどんなに異常でも俺の弟や妹に変わりはねえ。兄弟を救うのは兄として当然だろう。なんかここまで来ると逆に信用してもいいんじゃないかなって俺思うんだけど。まあ言ってることはわかるんだが、その大悪魔の目的を破壊する手段については一体どうするんだ。それについてはまずは勝ち残ってからだな。残りの相手が一組くらいになってから話したいと思う。今言っても多分わけわかんねえと思うしな。それに現状だと俺らの信用も薄いだろうし、まずは一緒に行動して俺らが信頼できるかどうか測ってくれよ。どうするリク？俺は入れてもいいと思うけど。俺はまあリクに任せるかな。それじゃあ最後に質問。あんたがあの伝承のカインだとするなら、なんで弟のアベルを殺したんだ。ああまあ確かにその辺の理由がわからないと信用はできないか。けどな、これなんて言って説明すればいいかな。理解してもらえるか怪しいんだが、一言で言うなら弟を愛していたからだな。は？伝承だとあんたは弟ばかりが神に愛されてその嫉妬で殺したと聞いたが、伝承って当てになんねえな。まあ確かにある意味嫉妬ではあったな。神は自分こそが最もアベルを愛していると抜かしていたが、そんなわけはねえんだよ。この世で誰よりも弟であるアベルを愛していたのはこの俺だ。
神の愛よりも俺の方が弟を深く愛していたと、その証明を示したかった。それで殺しちゃったの？ああ、そうだ。とはいえ、それが全てでもない。アベルからの懇願もあったんだよ。殺してくれって。だから俺は兄としてあいつを手にかけた。弟からの懇願？どういうことだ？まあ、いろいろと複雑な事情があって、あのままだと弟は神の手で人間とは別種の生命に昇格する。何それ！だが弟は人間でありたいと、俺の弟であり続けたいと言ってくれた。だから俺は兄としての責任を果たした。そんなことして神様ってやつは怒らなかったのか？いやー、ブチ切れたね。だから俺を生きたまんまこんな地獄の奥深くに幽閉しやがったよ。だいたいわかった。それじゃあ、あんたを信用する。これからよろしく頼む。おう、任せておけ弟よ。兄ちゃんは弟たちのためならこの命も張るぞ。で、ちょっと待て。なんで今こいつ、なんで今の話でこいつを信用する流れになる？今の話を聞けば十分だと思うが。だね、しんちゃんこそ何慌ててるの？いやいや、百歩譲ってこの最古の殺人者を信頼するとしても、隣にいるやつはあの有名な英国の殺人鬼だろ。殺人鬼デバッグのこと？ひどいな。娼婦4人殺したやつが何言ってやがる。それだよ、おかしくない？僕が殺したって分かってるだけで4人。歴史上僕よりも人を殺してる人なんてそれこそ星の数いるよ。君たちの現代にもたくさんいるんじゃない？いや、それはその。なのに娼婦4人殺しただけのやつがあたかも世界を震撼させた人物のように誇張されるのはおかしない？誇張？そりゃ僕の通りながら心がよく、結局正体が分からなかったからそんなに誇張されたわけだけど、ぶっちゃけ僕ただの一般人だよ。侍みたいな戦闘のプロじゃないんだよ。なんでそんな殺人鬼の代表みたいになってるのかな。僕が何しちゃってんだよ。いや、娼婦殺してんだよ。いや、そのすみませんでした、ちょっと偏見入ってました。まあでも、袖山4人殺してる事実は変わらないよね。それはそうですけど、今の僕は欲求で誰かを殺すことに興味ありません。この地獄に来て会員様の考えに触れることで僕は考えを改めまして、そして彼に協力する。今の僕の目的はただそれだけです。つうわけだ、こいつに関しては信用していい。何しろ俺が信頼してる弟だからな。何その笑顔。というわけで改めてよろしく頼む。ああ、こちらこそよろしく。カインとジャックが仲間に立った。結局さ、誰が黒幕ってかラスボス的なんの？俺ずっとカインだと思ってたんだけど、違うやんけ。ただのいい人やん。それでこれからどうするんだ？まず対戦相手を探さないとな。できれば7ポイント以上持つ相手を。でも問題はどうやって相手にその7ポイントをかけさせるか。まあ、ここで考えていても仕方ないさ。まずは動いてみようぜ。オッケー、了解しました。あ、一回セーブします。ってことは結局あの、なんかモンスターカードは完全、なんかこれ兄ちゃんじゃん。あんたは？兄貴。無事にこの第二フロアに到達していたよと安心してたぞ、ソラ。それはどうも。で、今回は何のようだ、兄貴さん。ソラを渡してもらおう。は？理由は？言うまでもないだろう。私が不十分と判断した場合、すぐに空を迎えに行くと言ったはずだ。お前とあのアキラとのゲーム見させてもらった。本来ならばお前はあそこで敗れ、それに追従した空の命も終わっていた。そのようなものに弟を任せることはできぬ。悪いが空を渡してもらおう。返す言葉もねえな。いやいや、リクチン、ちょっと反論しようよ。待ちな、そこの兄さん。弟を思う気持ちはよくわかるけどよ、ここはこいつらに任せたらどうだ。今ならこの会員お兄さんもついてることだし。お前は誰だ？序列1位の会員だ。ちなみにこっちは序列4位のジャック。だってハマ？今さら序列などというものに意味があるとは思えぬ。いかに肩書きがあろうと負ければそれまで。そもそもその序列も実力がそのまま順位というわけでもあるまい。そらまあ確かにそうだな。ちなみにあんたの序列は5位だ。だが私は貴様らに負けるとは微塵も思わぬ。そこでどうだ、ゲームで勝敗を決しないか。今現在お前たちが持ってるポイントはいくつだ？3点だ。なるほど、ならば私は7点をかけよう。ほん？はあ、ちょマジかよ。こちらは4点足りないが、その分は何で補えばいい？そちらの空一人で構わん。私には4点以上の価値がある。ははは、なんか俺兄貴から過大な評価かけてるな。それにこれほどの破格の条件ならば、お前たちはまず受けるしかあるまい。それは確かに。あんた結構切れるな。こちらも3点足りなかったところだ。お前たちの勝負で上に勝ち進むとしよう。
何すんの？あそこにちょうどいい館がある。あの中に用意されてるゲームで決着をつけよう。お前たちの準備が整ったらいつでも中に入ってくるがいい。ほーん、怖いな。これででもここのステージ終わるんじゃない？相変わらず空の兄貴ちょっと怖えな。そう？あの人いつもあんな感じだけど。まあ何にしてもやっこさんからの誘いだ。乗らない手はないだろうな。な、リク。そうだな。おそらくこれが俺たちにとっての最後のチャンス。ならそれを掴んでみせるさ。オッケー、行こう。でも兄さん、いいの？そらくん。そらくん、兄さんのこといいの？この先ゲーム会場となり、紫運行との決戦になります。準備よろしい。いいよ、行こう、やってやろう、もうセーブしてるしね。わ、4人いる。来たか。あ、そっか。あいつら組んだんだな、あのクズどもと。よう、待ってたぜ。お前らは。へへ。あの時は僕らのためにありがとうな。けど今の僕らはこの人の仲間。ゲームを勝ち抜くために協力を受けたメンバーの一人だ。そういうこと。正直あんたたちには感謝してるけれど、勝負というのなら遠慮はしないわ。何よりもここにいるうんこ様が負けるはずないものね。おい、うんこ言われてるぞ。随分と調子のやつらだな。お前らそう言って少し前まで桃屋についてたんだろ。あんた大丈夫なのか？そんなやつらを信用して。はあ、私たちのどこが信用ならないっていうのさ。いや、おめえマジで信用なんねえ。言っとくけど可愛いだけじゃん。構わん、彼らはそれなりに有能だ。いや、この世に全くの無能などいない。いたとしたらそれは使う側が使い方を分かっていないだけだ。どのような人間にも長所や短所、特定不特定、性格による苦手がある。それらをわきまえた上で最善と思える配慮、適正な役割を与えること、それが上に立つ者がするべきことだ。仮にこの者たちが私を裏切るとしたら、それは単に私が無能なだけだ。現状の環境に満足しているのなら、そもそも裏切るという発想は出ないからな。その通りだぜ。俺らはこの人についていく。少なくとも俺らみたいな爪はじきをちゃんと扱ってくれた大人はこの人が初めてだったからな。結構正論だな。いやさすが兄貴、その年で子会社任されてるだけあるわ。俺だと絶対無理だな。つうか俺そんな人の上に立つ性格じゃないしね。確かにそうかもな。人の上に立つにはお前は甘すぎるからな。はーい、顔合わせはそのくらいでいいかな。それじゃあこの館での勝負方法を説明します。勝負は3対3の個人戦、代表者3名を決めて勝負し、先に2勝した方が勝ち。シンプルでいいでしょ。こちらの3名はすでに決まってる。そちらもじっくりと選ぶがいい。どうする？ああ、それなんだが、今回俺とジャックは見学でいいか？なんで？なんでだよ、お前ら序列高いんだろ。それはそうなんだが、まずは俺が君たちの実力を確かめたい。あと俺とジャックのスキルが特殊でな、状況によっては使えないことがある。そうなのか？ええ、それにどうせ僕は娼婦を殺すしか飲んでないダメ野郎ですから。ええええ、あ、もういいよ、喋らなくても。悪かったって言ってるじゃねえか、引きずるなよ。それに今回のゲームはある意味肉親同士でつけるべきだろう。俺やジャックのような部外者が割って入るべきじゃないと踏んだ。なあ、そうだろ、ソラ君。ソラ、お前肉親よければ今回俺に対象戦やらせてもらえない？いいのか？それは俺のセリフだよ。俺みたいなヘラヘラしたやつに最後の対象任せていいの？構わない、俺はお前を信頼してる。お前がいるというのなら俺はお前に託す。ありがとう、リクチン。こちらもメンバーは決まった。俺、シンジ、ソラで挑ませてもらおう。それではまずは第1回戦から始めさせていきましょうか。なんかシンジ君がまず速攻でなんか負けそうなんだよな。小さい頃テレビや漫画に登場する正義のヒーローに憧れた。誰しもが幼少の頃に憧れるありもしない空想物語のヒーローへの、キャンキャンキャン。小さい頃の夢は多くがそうした自分の好きな漫画アニメに登場する主人公たちに影響されたものであった。だけど大人になるにつれ理解する、彼らの本質はヒーローなのではない、まごうことなき強人であると。どんなに絶望的な状況でも、あるいは世界や人々全てから見放されようとも、決して希望を諦めず勝てない敵に挑み最終的に勝利する。そのプロセスはいかなる物語の王道であり、勝てない強敵に諦めない主人公こそまさに子供たちのヒーロー。だがそれは狂気だ。絶対に勝てないと分かっている敵に挑む不屈の精神、仲間を心の底から信じる尊さ、挫折、苦難、絶望、そうした全てを払いのけ一筋の希望をつかみ続けるその姿勢、まごうことなき狂気。そう、
ヒーローのそれは強靭だ。多くの人が気づかない。正理偏った。諦めない。希望を信じ続けるという強靭。果たして普通の人間がそうした物語のヒーロー、主人公の枠に収まったとして、同じ状況で最後までその精神を貫けるか。いいな、無理だ。たとえ同じような力を持っていたとしても、絶対に勝てない強敵、抗えない絶望、仲間の死、約束された挫折、そんなものを払いのけて、最後まで立ち上がり続ける精神の持ち主がどこにいる。このぬるま湯のような現代に使った人々が、同じような状況にあって、そのように同じ選択ができるか。できない。だからこその強靭。何回説明する？てか、いきなりこの説明何？ヒーローとは総じて狂気の塊。だからこそ、それを含めて俺は憧れた。微糖、ビッテペ。あ、鉄刀、鉄尾か。どんな絶望にあっても決して折れない、くじけないヒーロー。どんなに人に騙され、裏切られ、傷つけられても、それでも決して人を見捨てず、手を差し伸べる物語の狂ったヒーロー。そんな人物になりたいと僕は憧れた。だからこそ物語のヒーローと同じような、そう、全く同じ選択をしたあの人に憧れた。ああ、この人こそ僕の理想、僕のなりたかったすべて、この人のようになりたいと強く憧れ、祈り、願った。たとえその願いに応えたのが神ではなく悪魔だったとしても、それでも僕は正義の強靭、ヒーロー、になりたいと、そう願った。誰なのこれ？僕って言ってるけど、うんこさんじゃないの？それにしても準決勝のために用意されたこの第3フロアはこれまでとはまた異なるな。そうですね。まるでどこかの宮殿のような作りです。とはいえ、今までの風景の違いからもそれほど驚くことでもないかもしれませんが。けどあの人、アキラさんすっごい人だね。あの後すぐにポイントを手に入れて一番乗りでここに上がっちゃうんだもん。確かに彼の実力は本物だ。もしかしたら彼でなら最後まで生き残るかもな。けど、仮にそうなってもあの人の目的、願いが分からないと不安は消えないかも。確かにな。アキラさん、どこに行ったんだろう。このフロアの様子を見に行くと言ってから随分経つわね。まあ彼のことだから放っておいても問題はないと思うけれど。私ちょっと休みてくるね。海？大丈夫、ちょっとその辺を見てくるだけ。すぐ戻ってくるから。そう、気をつけて行ってきてね。うん、ありがとう、しずくちゃん。ん？おお、動けんのか。へえ、なんかすごくない？どこ？こっち？なんかすげえエッチなペットだな。おいる。何やってんの？あきらさん、こんなところにいた。あの、あきらさん寝てる？怖いの怖いの飛んでけ。え？え？どうしてあきらさんがその名前じゃないの？あっ、お前か。何か言おうか。え、なんか過去に会ってる？あ、いや、その姿が見えなくなったから心配ね。そうか、迷惑をかけたな。いや、別に。あの、アキラさん、さっきのおまじないなんですけど。はーい、一足先に準決勝に進んだ皆さん、お待たせしました。先ほど見事10ポイントを手に入れた2組目が現れました。なのでこれからアキラくん率いるチームと決勝戦の座をめぐってゲームをしてもらいますので、よろしくお願いします。誰だ2組目？聞いての通りだ。すまないが、このまますぐ移動するぞ。関谷、雫たちにもそう伝えろ。え？海、君は俺が守る。それだけは約束する。アキラさん？もう行っていいぞ。何これ？なんだお前？急に株上がってきたけど。はい。アキラさん、あの人はもしかして。え？確かにルールでは5人以上の魂を入れていればそれで勝負できるとあった。だがしかし、まさか100人も腕輪の中に魂を入れるとはな。え？え？へ、別に反則でもなんでもねえだろうがや。それに便利だぜ、これだけの駒があるとよ。適材適所に駒をぶつければそれで必勝だ。確かにな、いかに超愛のシュートはいえ、それだけの数があれば侮れない。おいおい、何勘違いしやがる。お前相手に雑魚なんてぶつけねえや。お前はこの俺、浦島、タスケ、水、小野光が、もう違う違う、強いチアリア。白金組の若頭、白金明。お前みたいな大物を潰せば、それだけで俺は一躍ヒーローなんだよな。あ、こいつ？
なんかさっきの回想みたいなの。あの、浦島ちゃん気をつけてね。相手は序列2位なんだから、少しでも慎重にいた方が。うるせえぞ、乙姫。姫は黙って見てろ。この俺が序列2位を潰す様をね。待たせな。それじゃあゲームのルールだが、悪魔に頼んで手持ちの駒をいくらでも使えるやつにしてもらったぜ。お前も手持ちのこの馬駒を存分に使っていいぜ。使える駒があるならだけどね。必要ない。俺一人でお前たち全員を相手にしても構わん。へえ、面白いことほざくじゃねえか。ならそいつをやれるかどうか試してもらおうか。待て、さすがに君一人であの相手を裁くのには無理がある。俺も協力させてもらおう。好きにしろ。ただし連中をやるのは俺の仕事だ。お前は後方からサポートだけしてろ。ではそうさせてもらおう。あ、なんか関君だけボロボロになってきそうじゃない、スキルで。先輩、あきらさん。さあ、それじゃあ始めるぜ。勝ちの決まった消耗戦をよ。え、こっちめっちゃ楽しそうなんだけど。こっちは今から勝負すんだよね。よっしゃー、ふー、ちっちゃいつ。はい、そこまで、ゲームセット。というわけで勝者は剣崎圭一くん、おめでとうございます。これでうんこチームの一勝ですね。だと思ったわ。絶対そうだと思ったわ。いや、さすがうんこさんですよ。うんこさんの言う通りにやったら俺勝ちちゃいましたよ。当然だ。お前のスキルは制限があるが、それでも状況に応じて使えばその場の優位を高く取れる。お前のスキルなんだよ。加えてお前は劣勢に弱いが、優位に立つと調子を上げる。それは評価するべき点である。お前の武器だ。残りも私の指示通りに、お前たちが協力すれば確実に勝てる。へへ、はい先生。悪い、リクソラ。大見え切って最初に言ったくせに無様に負けちまったよ。何言ってんの、しんちゃん。最後まで頑張ってくれたじゃん。ナイスファイト、ソラ。そういうことだ。あと俺たちに任せろ。ああ、すまねえな。くそ、俺にもスキルがあれば。そうだよな、お前スキルねえもんな。待て、なんだこれ。なんで俺にこんなものが。あ、なんだこれって、ひょっとして。何ねえ、いや、いい展開ですね。ここからジェネリック人流生じないといけない。リック君、どう出るのか楽しみで。気のせいか、あんた向こう側に寄ってねえか。そりゃしょうがないですよ。だって私、リック君たちを気に入ってますから。気に入ってるなら逆じゃねえか。普通俺らに肩入れするだろ。そこは悪魔の性分、気に入った相手ほど貶めたい。絶望の淵まで追い込みたい。お前帰る、もう。そしてそこから這い上がる姿を見たいのですって。素敵。なるほど、悪魔に見入られるのとろくなことにならないってのは真実だな。あ、ちなみにリック君たちだけそんな贔屓してるわけじゃないですよ。他にも私が気に入った組には特別な試練を課してますからって。そうかい。ならそいつらも大変だな。次は俺が行かせてもらう。ゲームを説明してくれ。はい、わかりました。では次のゲームはこちらです。クイズ扉。何それ。はい、こちらは至極簡単な丸×クイズです。問題を出されて丸か×か正しいと思う扉に進むというやつです。ほら、お正月とかでそういうのよくやってません？ああいうのですよ、ああいうの。お前見てんのか。で、そのクイズってのは何問やるんだ？5問です。ただし途中で自分チームと相手チームからランダムに1人ずつ出題役として部屋に登場します。その時問題はその人が読み上げますが、まあ注意してくださいね。自分チームの人間ならともかく、相手チームの人間の場合嘘をつくのも OK なので。随分と無茶苦茶なクイズだな。まあまあ最終的には確率2分の1だし、運にとやってもいいんじゃないですか。ちなみに1問でも外せばその時点で終了。リク君が終わったら次は相手の番で、より正解数の多い方が勝ちです。 OK、 それじゃあさっさと始めようか。ねえ、予約ありっす。じゃあ準備ができたら扉開けてください。その先でクイズが始まりますので。はあ、おぉ、一旦セーブしよう。今回ここでやめようかな。次回は多分そのクイズ扉というやつやっていくんですよね。じゃあ終わります。今回はさよなら。じゃあね、バイバイ。